認証権限2年7月12日は、鎌倉時代の立宗の僧である。亡命は良患。貧民やハンセン病患者など、社会的弱者の救済に尽力したことで知られる。死亡は、認証菩薩。父は、友野定幸。大和国上家軍病部座とに生まれる。認証は、早くから、文殊菩薩信仰に目覚め、死営尊からは、真言密教。 海律受け持ち、聖徳太子信仰を受け継いでいる。聖徳太子が四天王寺を創建に際し、歯科院の制を取ったことに、深く感銘しその復興を図っている。歯科院とは、仏法修行の道場である教伝院、病者に薬を施す、施薬院、病者を収容し、病気を治療する、療病院、身寄りのない者や年老いた者を収容する、ヒ伝人のことで、 極楽寺ガランズには、両病院、ヒデ院、副大院、ライアドが設けられており、四天王寺では、ヒデ院、京電院が再興されている。また、鎌倉初期以来、四天王寺の西門付近は、極楽土東門すなわち極楽への東側の入り口と認識されており、病者、貧者、古事記、否認などが救済を求めて集まるところとなっていた。 認証はここに、石の鳥居を築造しこれらの人々を、信言の利益に預からせようとしたのだろう。死の永存は民衆への不況を唱えながら、自分には増えてであることを自覚して、当時の仏教において一番救われない存在と考えられていた、否認救済に専念し、その役割を認証に託した。認証は、否認救済のみでは、それが、 帰って差別を助長しかねないと考えて否認を含めたすべての階層への救済に尽力した。その結果、エーゾンと認証の間に祖語をきたし、エーゾンは認証が不況に力を入れすぎて学業がおろそかになっていると苦言も呈している。新言立衆が新言衆とも立衆とも一線を隠していくことになるのには、認証の役割が大きいと言われている。 聖光大特府によると認証が生涯で早々した、ガラン83箇所、供養した、百154箇所、決壊した、寺院79箇所、混流した、当場20基供養した、馬場25基諸写させたい最強14像、図絵した地蔵菩薩1355図、中国から取り寄せた、立山大部186組、僧仁に与えた、 開本3360巻、否認に与えた、衣服3万3000両、加境した橋189所、集築した道71所、北体土33所、築造した、浴室、山屋、否認書5所に上るとされている。プロフィールの参照は、言葉区認証読売新聞2016年8月23日13画面掲載、松尾健次表、 日蓮は、念仏は、無限地獄の行、禅宗は、天魔の聖、信言は、亡国の悪法、立衆は、国賊の盲説と言っている。この時の認証の起由に効果がなかったことを日蓮に、長老され、それを生き取った、認証の残言により日蓮は、竜の口の放難にあったというのが、日蓮宗側の言い伝えである。 一力の及ぶ限り仏法像交流を図る。二言行や談義への参加に励む。三外出筋には三一八を所持する。四病気の時以外は馬、腰に乗らない。五特定の段下からの祈祷依頼は受けない。六孤独、貧乏な人、小敷、いざり、捨てられた牛馬に哀れみをかける。七道路や橋を架け、井戸を掘り、薬草や樹木を植える。 八自分に恨みを抱き、誹謗する人をも救済する。旧完食をせず、手間暇をかけた食事も取らない。十苦毒はすべて他人に施す。築造の背景として、永存教団は、関西で、伊派、関東で、大倉派という石膏集団を組織化していたものと思われる。永存教団と、石造物は密接な関係を有する AB 内田2006。 ピアニッシも133-134ありがとうございます。